里崎チャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今日からですね、はい、まあ、交流戦ブレイクもありましたし、はい、交流戦終わったまでの時点の12球団、うん、全チームの課題、うん、いいところ、うん、修正、はい、賞賛っていうのをね、はい、全球団やっていきたいと思います、はい、これからどう戦っていけばいいのかそうそうそう、ね、まだね修正ね可能ですし、はい、まあ、現状セ・リーグでいうとね1位から巨人、あ、阪神、巨人、ヤクルト、中日、DeNA、広島、うん、もう7ゲーム差すからね、巨人とね、阪神がちょっと抜けましたね、はい、でヤクルトが今同率の2位、はい、7ゲーム差、うん、中日 DeNA ね、交流戦頑張ったなっていう印象もありますけども、うん、なんて言っても阪神が一番頑張ってるから、はい、差が縮まらないっていうね、うん、で広島と DeNA がちょっとね、広島、中日、DeNA がちょっと遅れを取って10ゲーム差以上、そうですね、でパ・リーグは楽天、ソフトバンク、オリックス、ロッテ、西武、日本ハムとちょっと伸び悩みだね、はい、全チーム、うん、あとオリックスがね交流戦優勝して一気に上がってきたっていうのもありますし、はい、ちょっとロッテがねちょっと下がりつつあるっていうところがね、うん、ありますけど、西武もねこうコロナ陽性で人がいなくなって怪我人でいなくなっても、はい、ちょっとずつ帰ってきてね、はい、っていうところもありますけども、はい、ちょっと私今、はい、びっくりしてるんですけど、はい、日本一早い順位予想やったじゃないですか、はい、今その順位予想と、うん、私パ・リーグ今一緒なんですよ、はい、でどうしたんですか、で今一緒なんですよ、はい、でちょっと今の時点すごくないですかっていうね、僕はプロセス評価しないんで、そうですよね、結果すべての人家庭じゃない結果やっていつも言ってますもんね、はい、そうですよね、はい、まあでも当たってるんですよね今そうなんです、私オリンピック3位にしてたので、あとなんか交流戦始まる前に、はい、鈴木のと中洲に遊びに行かへんからセ・リーグ強いんちゃうかっていう、あ、言ってたらなんかね交流戦結構、そうしたらヤクルトが中洲行かないから、はい、ソフトバンクに3連勝して、はい、で阪神が鈴木の行かないからハムに3連勝して、はい、当たってたんちゃう、それも当たってたかもしれないですね、それも当たってたんちゃう、イエーイ予言ね、また見てない方、はい、こちらにあるんでその動画チェックしてください、ね、ぜひぜひ、はいはい、さあということでですね、まあセパ1チームずつで、はい、やっていきますけども、まず最初今日はですね、はい、中日とロッテです、はい、まあ、中日は佐々木が、優勝予想してる中で、はい、今現在4位です、まあ、交流戦ね頑張ったんですよ、はい、4位、交流戦も4位、今4位ですか、はい、9勝7敗、はい、2引き分けでね、はい、まあ最低限の戦い方はできたんですよね、うん、まあ、でもその中でもやっぱ阪神がね、はい、負けないんで、うん、ちょっと上位がつながらないんですけど、はい、だから交流戦貯金ですし、だから今から中日がね、はい、上がっていくためにはっていうね、うん、ところでもう、はい、大きな課題があります、うん、はい、点取るのが下手くそです、うん、でこうニュースとか見てたら、まあ、与田監督はいいところで1本やっと出るようになってきたみたいな、出てません、本当はね、出たら勝つよ、だから結局、はい、中日の試合って、はい、そこのいいところで1本出たら勝つし、うん、出なかったら負けるっていうすっごい単純な感じなの、はい、なぜならあれよ、うん、先発投手陣はめちゃくちゃ頑張ってるの、はい、防御率みんないいですよね、そうなん、中日 の、はい、防御率は 3.04 で、はい、これはもう12球団トップなの、うん、そう、今の時点では柳投手が防御率1位ですよね、そうそう、で交流戦でも防御率 3.55 で上位、うん、一番いいのがソフトバンクなんて防御率いいのに10位だからね、はい、ソフトバンク、阪神に次いで交流戦も中日は3位で防御率が 3.55 と、うん、もういい、ね、投手陣はめちゃくちゃ頑張ってるんだよ、はい、でセ・リーグでも防御率今 3.04 とね、うん、今12球団トップ、はい、しかも先発の防御率でも 3.21 と、うん、まあ、阪神についでに、うん、で救援陣の防御率が 2.69 と一番いいの、うん、おお、2点台なんだ、そう、はい、唯一の、はい、でめちゃくちゃ頑張ってるわけ、うん、ピッチャーは、はい、基本塁打も41本と、うん、はい、一番ホームランもセ・リーグの中で打たれてないし、うんうん、で与えたフォアボールも150個とダントツで少ないのね、失点も200点、うんうん、一番取られてないし、うん、もう何も言うことないぐらい、うん、はい、でちょっとねライデル・マルティネスが序盤いなくてちょっと後ろバタバタしたり、うん、でライデル・マルティネスが今ねキューバ代表でオリンピック行っててまだ抜けてるんで、はい、そこがね、であとまあ
俺がまあ言ってたこの去年良かったね、祖父江福、うん、ライデル・マルティネスがちょっと崩れちゃってるところがね、まあ、そこでちょっとバタバタしたっていうところも、はい、今のね負けにつながってるところでもあるしね、まあ、その中で、まあ、又吉、うん、で今年はあの谷本、はい、っていうところもね、うん、あの頑張ってるし、あと橋本もね、はい、いいところで出てくるんで、まあ、そこでね、うん、新しいのも出てきたっていうところあるけど、まあ、もうちょっとかっちりしてほしいなっていう思いはあるけども、数字的に見るとね、うん、しっかり抑えてるのよ、はい、でもよ、はい、一番問題点が、うん、援護率、うん、3.11 で、うん、ワースです、はい、だってどんなに抑えても点取らないと勝てない、ね、ものですから、ね、援護してくれてないよ、はい、阪神は 4.62 点、あ、援護がですか、援護率、へー、そういった意味でももう援護をしてくれてないの、うん、だから打線で見ると中日、チーム打率2割4分、うん、セリーグ最下位です、はい、でホームラン数、うん、あのバンデリンドーム広いんで、うん、あれですけど33本と、セリーグ最下位です、うん、一番悲惨なのが、はい、得点圏打率、うん、2割8厘で、はい、セリーグダントツの最下位です。え、一番高いチームでどのぐらいなんですか。阪神の2割7分8厘です。あ、全然違いますね。だから7分違うのよ、うん、得点圏打率、はい、得点も183点で広島に次いでワースト、うん、その代わりバンドの成功率は9割以上と高いよね。でも盗塁成功率結構高松とか滝野とか、うん、大島走ってるように見えるけど盗塁成功率が、6割3分8厘と低い、うん、あ、結構失敗してるんですね。セリーグでワーストに、うん、DeNA が一番低いんだけども、だからもう攻撃陣です、課題は。これ数字で圧倒的に分かりますね、はい、うん、でもうあの得点圏打率が、うん、だって2割8厘だから、はい、阪神2割7分8厘よ、うん、もうスクイズ、CBC さんの副音声で出させた時も言いましたけど、はい、もうスクイズするしかないよ、うん、もう楽天の石井さんみたいに2社連続スクイズと か、うん、だかこれもうね作戦しないと、うん、そのねもう盗塁とかっていうそういうなんかポテンシャルだけの作戦だけだと、うん、多分盗塁成功率も低いし、はい、数字上ね、うん、だからそこをエンドランとか、うん、バスターエンドランとか、うん、今ヘッドコーチの伊藤さんとか、はい、ロッテの時バスターエンドランめちゃくちゃ好きで、はい、結構多投してたのに、今まあね監督じゃないからっていうのもあるけども、うん、そういうのもっとやればいいのにってい う作戦で相手を惑わしていくっていう、そうそう、ただ単に能力的な作戦だとね、うん、アウトになっちゃうから、はい、エンドランバスターエンドランとかスクイズとか、うん、そういうのを駆使して何とかやっていかないと、はい、もう2割8厘、うん、得点圏打率、そうですね、そりゃ1本出たって、それもう1本出たらもうだから逆に言うとよ、うん、1本出たら楽勝で勝てるっていう試合がいっぱいあるわけ、チャンスは作るけど1本出ないっていうところ、そこで何もしないから点取れない、もうそれは通常出てるから、うん、じゃあしようよ、うん、簡単明確、はい、なかなかないよ、うん、こんな明確な、はい、もうだからあれだね、中野なら泣かせてみよう、ポストフィスちょっと音だけ使いました、買いましたこういったところが多分点入らないところなんだよねだからこう、そうそう、あそこはホットソキスって言ってたら点入るんだけど、そうですね、そこは多分ね作戦に迷いがね、はい、見える、俺今ドラゴンズが乗り移っちゃった、うん、応援してますからね、うん、そうそうそう、だからもう今のドラゴンズは、うん、中野なら中まで待とうホットソキスになってなるほど、そうですね、これになってんのよ、うん、いつか出るだろうって、うん、でもだからそんな簡単泣いてくれないよ、うんうんうん、殺しちゃダメじゃん、はい、ね、うん、殺してしまおうって言ったらもうチーム解散っちゃうんだよ、はい、豊臣方式で行った豊臣ですよね、方式で行った、そうそうそう、豊臣方式で行けばいいけど、うん、家康方式になってるね今、うん、そうですね、え、名古屋だから、名古屋だから家康方式になっちゃってるんだよ、ね、そうですよね、そう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 、うん、ちょっと静岡にもいたんですけどね、そうだからそこの東海地区だから、うん、中までなってんじゃない気質が、あ、そういうこと、家康がこう、ああそれある、ある、うん、うん、やっぱりね、待って待って、豊臣秀吉も、え、待って待って、豊臣秀吉の土地ってどこですか、豊臣秀吉はもう捨てたのよ地元を、あ、捨てたのか、って、うん、俺は勝手に諸説あります、まあでも全国統一してますから、そう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 ね、うん、天下統一してますから、うん、はい、でもやっぱ大阪に行ってるからそうそうか、うん、そういうこと、うん、だって家康は晩年だって、はい、ね、静岡でも過ごしてるじゃんね、はい、うんうん、だからよ、はい、そっか、その気質が来てんのよ家康の、家康か、うん、うん、でも家康天下統一してんのよ家康も、うん、はい、だからやっぱどっかで動かなきゃ、そうですね、うん、うん、
やっぱこう自分からこう何か変えてみようっていう動きをしないといけないですね。変えなくてもね、うん、勝ってたらいいけど、うん、動かないからね、はい、数字上、うん、だからもう、はい、動くしかないのよ、うん、そしたら勝てます。はい、はい、だからねこの後半戦、うん、どこまで泣かせてみようが出るからね。うん、そうですね、うん、だからもうね泣かんなら泣かせてみようほどどきすってことがございます。いいですね。いや、いいじゃんね、うんうん、いいですね。絶対抜かれますよ、うん、中継で。そう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 、うん、かなりいいよね。いいですね。俺はこれがねドラゴンズの交流戦明けからの試合での俺の一番の金言だと思う、はい、うん、あ、いいですね、うん、だって見てる方誰かでこれピッチャー頑張ってんだから、うん、そりゃきついよ、はい、そりゃな、福谷も交代しながらもノーノーってなっちゃうよ、それは援護してくれないからね、大野だっていいピッチングしてるのに援護してくれないから、そりゃたまに点取られてそりゃ負ける時もあるやろうっていうね、うん、でももう簡単だね、はい、すごい攻撃面ということで、うん、だからこの作戦しよう、はい、盗塁とかじゃなくて盗塁、はい、成功率悪いから盗塁だけじゃダメだよ、はい、うん、だからまあそれをね、うん、まあファンの皆さんもチェックしておけばね、はい、面白いんじゃないのかなと。そうですね、はい、もう戦い方ちょっと注目ですね。そうそう、さあ続いて、はい、パ・リーグはねロッテ。お、ロッテもね、はい、簡単です。簡単ですか、うん、ロッテもね、でもまあ今現状今日はね、はい、この後ちょっとじゃあ西武対広島戦があるんで、うん、今 0.5 ゲーム差で西武が5位なんで、うん、ここを西武が広島に多分2試合あると思うんだよね。ありますね。ここを西武が2連勝しちゃうと西武が4位になっちゃうんだけど、まあ、今現状ね、この月曜日はロッテが4位というところで、はい、まあ、28勝28敗8分けだ、5割です、はい、でも、うん、明白です、はい、ダメなのは、はい、投手陣です。なぜなら現在チーム防御率 4.10、うん、パリーグ最下位です、はい、で交流戦8位、うん、8勝9敗1分け借金1、防御率 4.45 は、後ろから数えた方が早い、うん、っていうところでね、まあ、打線は荻野、はい、マーティンっていうところがしっかりして、レアードも、多分交流戦打点王かなんか で、うん、そうですね、めちゃくちゃ打ってて、はい、中村も今打率パリーグ、いや中村選手すごいいいイメージありますよ。そうだって2位荻野、3位レアード、4位中村っていう、うん、この打率5月に3人入ってるんだよ、ね、もうそのあたり固まってるのすごい怖いですもん。そうで荻野がツーベース一番打ってて、うん、でホームランはマーティンが一番打っててよ、うん、17本でね、はい、でそれに次ぐ16本レアとか打ってて、うん、なんで B クラスなんやって。そうですね、うん、まあ、やっぱ打ち込まれちゃってるからっていうのあるんでしょうね。だ打率2割5分2厘はパリーグ3位、うん、はい、でホームラン数64本はパリーグ1位。お、あ、1位なんだ。ホームランでツーベース115本もパリーグ1位、はい、へー、で出塁率3割3分8厘もパリーグ1位、うん、長打率4割4厘もパリーグ1位、うん、で OPS 7割4分2厘、まあ、74にもパリーグ1位平均で、へー、で得点圏打率2割6分4厘がパリーグ4位、うん、盗塁数52は西武が53でパリーグ2、うん、こんなにいい数字出してるんだよ、うん、はい、でちなみにちょっと代打率が1割7分4厘とパリーグ3位、うん、まあ、4位が西武で1割7分なんで、まあまあそんな悪くもないけど良くもない、うん、っていうところで攻撃面この数字だけ見ても、いや、いいですね、めっちゃいいじゃん、うん、外国人2人がこう機能してますしね。そうそう、レアードが3割以上打つって多い、もう2割5分前後ぐらいでホームラン打って下手したら2割2分とかの前じゃないのみたいな、はい、最強ですね。元気、腰も良くて、うん、今年、うん、その代わりを、ね、DH になった瞬間打たなくなるんだよ、うん、あ、そうなんですか。そう、守備守ってないと全く打たない、はい、へー、だから今ファーストだから、ファーストっていうのもいいかもしれない、うん、サードであんまりね体にもね、はい、あのこの疲れとか出さないでいいかもわかんないんで、うん、はい、この守備っていうところもねファーストでいい感じになってるけども、はい、こんだけ打ってんのによ、うん、だからチーム状況こんなにいいじゃん、うん、のに今4位がやばいって言ってる、はい、だってそこが落ちてきたらどうすんのっていう、うん、マーティン・レアードが落ちてきたらもっと落ちちゃうじゃん。そうですね、今の時にちょっと上の方にいて、うん、はい、アドバンテージ作っとかないとっていうところが心配だね。だ投打がちょっと噛み合ってないっていうところがあるんですよね。そう、逆に、うん、投手成績、はい、ロッテ防御率 4.10、うん、ね、最下位、はい、先発防御率 4.53、 ダントツ最下位、うん、で救援 3.34、うん、でこちらは1、2、3位、うん、だからまあ、リリーフ頑張ってんだよね、まあ、ちょっとたまにやらかす時あるけど、はい、でもね一番ダメなのが、はい、基本塁打、うん、ホームラン打たれた数72本ダントツ1位、へ、一番少ないチームでどこですか。一番少ないのが日本ハムの
47、だから25本で、首位楽天53で、そことはもう約20本、20本違うんですね。もう違うのよ。だからここがもう一番、援護点は 4.52 だから一番高いのよ。援護めっちゃしてくれてんのよ。1試合に4点以上取ってるってことですよね。そうそうそう、うん、それはもうパ・リーグ1位なの、はい、援護点は、はい、もう明白なの。先発です。本当ですね。だからその中でよ、はい、石川がちょっとクリーニング手術で、うん、多分今季絶望、はい、で、まあ、佐々木朗希は10日に一遍の調整登板、うん、まだまだこれからですからね。美馬は交流戦最後 2試合連続、2桁失点、ってなってくるとよ、二木、はい、岩下、小島、もう元前、ああ元前としか、はいはい、で、美馬は再調整でしょ、はい、で石川はいないでしょ。あ、じゃあ誰が来るんですか。もう中村俊哉じゃない。この前あの美馬の後、はいはい、投げてね、うん、あの結構良かったんで、はい、多分今度のだから交流戦明けの週末は、うん、多分二木、岩下、小島かそこに元前が入ってくるかもわかんないね。うん、だからもう先発が大ピンチ。本当ですね。ちょっと人がいない感じになってますね。うん、だからもう、まあ、鈴木翔太をもう一回上げてくるか。うん、そうですね。っていうところになるわけよ。うん、もう先発が、もう先発いません。本当ですね。うん、でも後ろもよ。ね、今唐川がなんかコンディション不良で、最後のジャイアンツ戦は投げれないっていう。はい、でこれがもし交流戦明けから投げれたらいいけど、投げれなかった場合は増田につなぐ。去年はね、唐川、沢村、増田っていうのが良くて、はい、で沢村がメジャー行って、抜けたところハーマン行こうと思ったら、ハーマンも開幕からバタバタして、で今怪我して抹消、で唐川がもし抹消するような事態になったら、増田の前が、まあ、佐々木千也が最近いいのよ、防御率めっちゃいいですね。そうそうそう、あのスピードがそんなに出てないけど、はい、結構キレある球投げてて、結構いいのよ、はい、で小野文也がちょっと投げてみないと分かんない状況、で大宮根がこの前やられて、はい、でまあそこのあと横山とか、成田とか、とかいるんだけども、ちょっと不安だから、ちょっとね、だからまたあの最初一軍にいた川村とか、土井とかがどうなるのかっていうところと、まあ今フローレスがね、まあ頑張ってるけども、あ、なんかそう、ちょっとねピッチャー陣が不安です。嬉しいですね。打線はいいけど、だからもう課題は明白です。でもいないのよ、はい、ウルトラ C あります。ウルトラ C、 C? はウルトラ C って何ですか。こっから、はい、起爆、分かった、変える、分かった、何ですか。トレード。あ、違うんですか。外国人取ってくる。正解。おお、袴田さん分かってきたね、はい、強くなるためには参加条何だったっけ。外国人なんだっけ、なんだっけ。強くなるトレード。トレード、トレード。もう一個何、もう一個何。もう今視聴者はもうこぼれ、分かります、分かります。なんだっけ、なんかやりましたねこれ動画。トレード外国人、もう一個出てこないです。浅いもう浅いな全員。ちょっと待って、まず語呂も悪いから。年俸さ上げるからもっと頑張ってよって。裏交渉ゴロ何、裏交渉、トレード外国人、語呂悪いえ、何ですか。FA トレード外国人。なんで出てこなかったんだろう。なんで出てこなかったんだろう。ね、そうですね。FA もないでしょ。はい、でトレードもなかなかね、そんな後ろの3本とか先発にってなかなかないじゃん。めちゃくちゃいい投手をってね。そのなかなかね。はい、ってなった時によ、はい、外国人よ。そうですね。取ってこよ。うん、そうですね。取りましょう。先発。うん、もうこれが一番の、今ロッテがしなきゃいけないことは、先発を取ってくるです。はい、はい、1人もちゃんと守ってくれる人ができるだけで完全に変わりますよねチームね。1人いいの。え、候補がですか。うん、え、誰ですか。え、まだ今外国にいる方。うん、はい、すごいいいのいいの1人、はい、あ、なんかロッテからの情報これ掴んでんじゃないですか。掴んでない、掴んでない。そうでない、うん、ディクソン。どっちらのディクソン。元オリックスの。へえ。あ、なんかあの家族と、はい、こう家族が来れなかったらしい、ビザの関係で来れなくて対談になったのね。はい、っていうことは、うん、ビザが取れればいけんでしょ、はい、取れるかどうかトライしてみようよ。え、あのもう結構長年いたディクソンですよね。そうそうそう、うん、であのアメリカ代表も入ってるんだよねオリンピックの、はい、で投げてるんだよ、うん、ということは日本来るのよ、うん、オリンピックで。
もうそのまんま日本にステイって、うん、だから家族のビザが取れて、うん、オリンピックで日本来た時に、うん、コロナあ日本結構安全っていうのが分かれば、はい、後半戦からでも来てくれるかも分かんないから、うん、なかなか新しいの飛んでくるのちょっと不安ですよね。不安じゃん、分かんないから、うん、ディクソおーなんか可能性なくない。あのこの家族のビザができれば、はい、来てくれるっていう可能性あるから、うん、そこだけだから、うん、ハードルは、はい、あーでも俺言っちゃったね、これ言っちゃったらバレちゃうねみんなに、うん、他のチームも、うん、ああ早いもん勝ち。そうですね、うん、みんな日本に来たディクソンにわーっていくかもしれないでしょ。だってアメリカ代表でも入ってるからさ、はい、まあメジャーリーグ入んないからね、うん、あれもあるけども、はい、いいピッチング見せて家族のビザ OK ってなったら、うん、多分来てくれると思うの。そうですね、でオリックスはもうウェーバー工事して契約放棄してるから、うん、もうどこもフリーよ、フリーボールよ、うん、取ったもん勝ちよ、はい、行くぞロッテ。やっぱ本当にロッテ行くんじゃないですか。でももうあの早いもん勝ちだから他の球団、はい、ね、うん、ジャイアンツとか先発いないし、うん、しかもディクソン先発ダメだと後ろも使えるから、はい、ジャイアンツ、あ、ジャイアンツもあるね、うん、俺いいこと言ってた。いやなんかディクソン欲しいですもんね。欲しいよ、うん、いいよいい、ね、うん、まあどうなるか分かんないけどね、はい、俺が適当に言ってたけど、はい、まあでもね中日はもうそこよ、はい、中野ら泣かせてみよう、はい、ほとときす、はい、じゃあロッテにはこの一言あげます、はい、チームを強くするなら FA トレード外国人、はい、はい、でした。